はぐみ、卵を温めながらも日曜大工に勤しむなんて、君はなんて優しい子猫ちゃんなんだ。はぐみ、素敵よ。私たちで頑張って絶対にこの子を笑顔にしましょう。それではぐみはどんな遊具を作るつもりなんだい？どんなのにしよう。何があればこの子が喜ぶかな。確かに難しい問題だね。その子は帰ったら大きく育つだろうし、サイズは私たちが使うものより大きめがいいだろうね。あと恐竜さんが乗っても壊れないように丈夫なのがいいと思うわ。そうだね、大きくて丈夫なのを作ろう。あとははぐみ、ここは本人に聞いてみたらどうだい。カオルくん、頭いい。早速聞いてみるね。ねえねえ、君はどんな遊具が欲しいかはぐみたちに教えて。静かだね。今は寝ちゃってるのかもしれないな。なるほど、それなら仕方がない。私たちでこの子が絶対に気に入るような儚い遊具を作ろうじゃないか。賛成よ。この子がとってもハッピーに遊べるように3人でいっぱい考えましょう。そうだわ、アスレチックみたいなのはどう？遊具に登ったりぶら下がったりするの。それに滑り台やブランコもつけたらきっと楽しいと思うわ。どうかしら。ああ、名案だよココロ。この子、ジョセリンがはしゃいで駆け回る姿が目に浮かぶようだ。グラグラする橋とかターザンみたいなロープも欲しいよね。それもいい。きっとこの上なく喜んでくれるだろうね。カオルはどんな遊具がいいかしら。私なら無論舞台がいいと思うね。舞台？演劇の？ああそうさ、美しい庭園にある舞台なんて素敵だろう。装置など何もないシンプルな舞台がいいね。そうすれば役者の演技次第で空間を様変わりさせられる。白亜紀でも宇宙でも近未来でも、舞台をどんな場所にでも見せることができるんだ。この庭がタイムスリップするの？ワクワクするわね。カオルくん、すっごい。すごいのは私だけではないさ。この子もきっと舞台に立って芝居をするのだろうしね。すごい。もしかしてこの子も主役をやるのかな。シェイクスピア曰く、この世は舞台、人は皆役者だ。つまりそういうことさ。さあ今のうちに芝居の構想を練っておかなくてはいけないね。この子による一人芝居もよし、私との二人芝居もよし、どちらにせよ実に儚い舞台になりそうだよ。私、早くカオルと恐竜さんのお芝居が見たいわ。はぐみもはぐみも楽しみだな。絶対いい舞台を作ろうね。それでは庭に作る遊具は決まったね。レベッカのためにもみんなで頑張ろうじゃないか。これで全部買えたね。あとはあれ、あそこの木の下にいるのってカオルさんだよね。おい、カオルさん。いや、マリナさんじゃないか。奇遇だね。こんにちは。じっと木の上を見つめてたみたいだけど、どうかしたの？ああ、カラスの観察をしていたんだよ。この前、カラスの心を考察する機会があってね。それをきっかけに、よりカラスのことを知りたくなったんだ。カラスのことを？聞いてくれるかい？実は最近、
花咲川の生徒の私物が盗まれるという事件が頻発してね。そんな中、は組の私物も盗まれてしまったんだ。犯人であるカラスの巣を突き止めるためにカラスの気持ちになってみたというわけさ。なるほど、なかなか斬新なアイデアだね。それで探し物はうまくいった？ああ、もちろん。みんなと協力し無事解決に至ったよ。よかった。でもカラスになりきるなんてカオルさんはすごいね。そう難しいことじゃないさ。動物も人と同じで行動するのには何かしらの理由があるはずだからね。例えば空腹を感じれば食べ物を探しに行く、身の危険を感じれば威嚇をし攻撃的になることもあるだろう。確かに人も動物もそういうところはあんまり変わらないかも。そうさ。そして行動原理の理解は役作りで最も重要なことの一つでね。私は今それを勉強しているんだよ。来たるべき時、そう、カラスの役を与えられた時のために。なるほど、それでカラスを観察してたのか。カオルさんは本当に真面目だね。私は役者だからね。これくらいは当然さ。いつか私が舞台の上で黒き翼を広げる時が来たら公演チケットを送らせてもらうよ。ありがとう、カオルさん。楽しみにしてるね。こちらこそ。それでは私はそろそろカラスの観察に戻るとするよ。それじゃあカオルさん、暗くならないうちに帰ってね。また。